東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。西のテンポ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通りいきます。西のテンポ、大宅フェリオス、これに続きます。やはり行くのはこの馬、グレートモンテ。これに続くのがリンドホシ、ベントハイペリオン、好位につけます。すぐ後ろにミュージックタイム、その外にプレジデントシティ、内からセシル聖火、外にはセシルカルビニア、すぐ隣にベルザーリボ、その後ろに白大星、セシルペイシャ、そのうちに続いていますレッツゴーターキー、それに続いています。ここにつけたのがセシルアセット。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭は依然として4番グレートモンテ、外を通って大宅フェリオス、さらに外から西のテンポ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きます。大宅フェリオス、内からぐんぐんとベントハイペリオン、先頭に大宅フェリオス、ベントハイペリオン、大宅フェリオス、2頭の叩き合い、200を切った。さあ先頭は今度はベントハイペリオン、大宅フェリオス、離されていく。ベントハイペリオン、これは体勢決したか。ベントハイペリオン1着、2着に大宅ヘリオス、3番手にはレッツゴーターキン。まずは前哨戦を制しましたベントハイペリオン、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。